前ももの筋肉太り、半長膝の方は前ももの筋肉を使いすぎです。裏ももの筋肉を使えるようにすることで前ももへの負担を減らします。まずはうつ伏せに寝て膝をパタパタ動かしていきましょう。裏ももの筋肉を使って膝を曲げるイメージです。裏ももを使う感覚ない方は手を裏ももに添えてみると動く感覚が分かりやすいと思います。こんな感じでスマホ見ながらやってみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。この動画は30秒おきに種目が変わって種目の間に休憩がないので次の種目こんな感じで表示されます。よし、 OK。 次はクロスさせます。クロス、足だけ動かすというよりもこの股関節付け根から動かすイメージです。クロスクロス、呼吸を止めないようにすることと肩にね力が入らないように意識をしましょう。腰が痛い方は腰が痛くない体勢自分で探してみましょう。よし、 OK。 次は足を揃えます。このまま左右に振っていきます。ねじった時にお腹と股関節の前側が伸びます。腰が痛い方は腰が痛くない範囲で行うことと膝と膝しっかりつけておきましょう。この前面をね伸ばすことが目的です。呼吸は止めないように意識を続けましょう。よし、 OK。 次は右足を左足に乗せます。グッと上げます。左の裏ももを使って右足を上げるイメージです。裏もも使ってる感覚あれば OK です。全然余裕だよって方は右足で左足に負荷をかけてみましょう。そのまま反発するように上げる。こうするときつくなります。次の種目はこれを逆足で行います。よし、 OK。 左足を右足に乗せましょう。右の裏もも使ってグッと持ち上げます。右の裏ももを使って持ち上げる。手を添えると裏ももに力が入る感覚が分かりやすいと思います。もしうつ伏せが辛い方はちょっと上半身を起こしてももちろん大丈夫です。ただね、腰が痛くない体勢を自分で探してみましょう。次の種目、前もものストレッチです。左手で左の足首をつかみましょう。左の前ももストレッチしています。腰が反ってしまうと腰痛くなる原因になるので腰は反らないようにね、上半身はベチャーって床につけておくと腰が反りづらいと思います。呼吸は止めないようにして肩にね力が入ってこう肩が上がっちゃわないように意識しましょう。前ももが伸びてればそれで OK です。次は右の前ももいきます。右手で右の足首をつかみましょう。右の前ももが伸びてれば OK です。あまり伸びてる感覚がないよって人はつま先の方を掴んでみると伸び感が増します。それでも伸びる感覚ない人は膝をねちょっとこんな感じで浮かせてみましょう。腰は反らないように膝だけ浮かせる。こうするとより伸びてくると思います。よし、 OK。 次は両肘をつきます。で、前もも床につけたままちょっと腹筋使って腰を丸める。前ももは床につけたままぐっと腰を丸める。腹筋を使うイメージです。前ももはねしっかり床につけておきましょう。腹筋使ってる感覚があればそれで OK です。ラスト1回ぐっと丸めます。よし、 OK。 次はそのまま正座して前に手をついてぐっと腰丸めましょう。この時かかととお尻つけておきましょう。余裕がある方は頭をだらーんと下に下げちゃいましょう。もしきつい方はこうやって多少上半身起きててもいいのでしっかりかかととお尻つけましょう。お腹が邪魔しちゃうよって方はちょっと足を広げるとねこう腰丸めやすいと思います。OK。 これで
次は上向きになります。ズボラストレッチで早く結果を出したいのであれば毎日30分以上実践するのがおすすめです。おすすめの動画は概要欄に貼っておきます。質問があればコメント DM いただければ必ず返信します。上向きで右足を左足に乗せます。ちょっと足組む感じで、でこれで右足をマッサージしていきます。こう手のひらを使ってさするようなイメージですね。でこう触って、あ、硬いなっていうところがあったらそこをね重点的に行いましょう。特にこの外側とか膝のあたり硬い方が多いです。こうね、片手にスマホを持って片手でマッサージしてももちろん OK です。よし、 OK。 これで逆足いきましょう。左足を右足に組みます。こんな感じで手のひらで前ももをマッサージしていきましょう。もう前ももばっかり使っちゃって前ももがパンパンって方がすごい多いので、しっかりねこうやってほぐす。で膝曲げた状態でほぐす方がほぐれやすいので、こんな感じでね足を組んで行ってます。硬いところ見つけたら重点的にほぐしていきましょう。よし、 OK。 次はぐっと両足上げてパタパタしましょう。ちょっとお尻が床から浮くぐらいの方が下っ腹にも効きます。しっかりね裏ももふくらはぎの筋肉使うイメージです。かかとがお尻につくと良いと思います。呼吸は止めないように意識をしっかり続けましょう。結構長い動画なんで各種目最後の10秒サボって大丈夫です。ズボラストレッチなので遠慮なくサボりましょう。最後まで感想が大切です。よし、 OK。 次は両足をついて膝を曲げたままつま先をしっかりグッと上げます。つま先を上げる、できる限り高く上げる。で、すねの筋肉を使うイメージです。すねの筋肉、すね使ってる感覚がわからないよって方は空いてる手でね、すね触ってみると、あ、動いてるなっていう感覚がわかりやすいと思います。しっかりグッと上げ切る、上げ切る、上げ切る。よし、 OK。 次の種目は、空いてる手で膝を抱えましょう。片手でスマホを持ってる人は片手で抱えても OK です。ちょっとねお尻が床から浮くぐらいまで抱えましょう。腰を丸めるってことをしてます。余裕ある人はちょっと肩甲骨床から浮かせてあげると腹筋にも効きます。首が痛い人はね下げておきましょう。はい、一回足下ろしましょう。で、この状態で股関節付け根を使って足を上げます。前ももではなくて付け根です。下っ腹付け根のあたり、腸腰筋という筋肉を使います。前ももが硬い、前ももが筋肉太りしてる人は前ももばっかり使ってて、この腸腰筋、股関節付け根、使えない人が多いです。しっかりね手を付け根に添えると付け根の筋肉を意識しやすいと思います。グッと付け根の筋肉意識してあげる。 OK です。次、休憩ストレッチ、膝を曲げたまま左右に倒していきます。これは休憩なのでそんなにねきついなーっていう感覚なくて OK です。こう倒した時にね外ももが床につくぐらいまでべちゃーっと倒しちゃいましょう。呼吸を止めないように意識を続けましょう。この次、下っ腹の種目です。ちょっときついかもしれないので頑張りましょう。 OK。 グッと両足上げてお尻をちょっと浮かせます。で、このままグッと持ち上げましょう。下っ腹、股関節付け根のあたりを使うイメージです。前ももじゃないですよ、下っ腹、股関節付け根です。余裕がある人、膝と膝つけておくと内ももにもね効いてきます。きついよって人は手でズルしてもOK。 最後の10秒サボってももちろん OK です。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 次は股関節外に開いてこんな感じです。子供がダダこねる感じですね。ちょっとこう開脚した状態でパタパタする。で、いつもは膝伸ばす方に力入れるんですけど今日は逆です。曲げる方に力入れます。だから膝伸ばしきらなくて OK です。しっかり曲げる。どうしてもね前もも使いすぎて裏もも使ってない人が多いので、
裏もも使うために膝を曲げたまま行ってます。よし、 OK。 次は足の裏合わせましょう。で、股関節パタパタ動かしましょう。この開けるところまで開いて、痛みがない範囲でゆるくパタパタ、休憩ストレッチです。呼吸は止めないようにしましょう。結構ね、前もも使ってて反り腰の人は内股の方が多いので、しっかり外にね開くことが大切です。よし、 OK。 次、股関節回していきます。右股関節を大きく外回ししていきましょう。前ももではなくて、この付け根をしっかり意識して行いましょう。左膝こうやって曲げておくと腰への負担が減ると思います。呼吸は止めずに大きく付け根から外回ししてみましょう。急ぐ必要ないです。大きくゆっくり、普段動かさない範囲で動かすことを意識してやってみましょう。 OK。 次、左足いきます。グッと上げて、前もも使わず付け根を使うイメージです。こうゴリゴリ鳴るよって方は痛みがなければ OK です。痛みがある場合は痛みない範囲でゆっくり小さく回してみましょう。なんかそういう特に問題があるわけじゃなくて、大体は痛みがある人は筋肉が硬いことが原因です。こう続けていくとね、痛みが緩和されていくと思います。呼吸止めないように付け根から動かしましょう。よし、次は腰をねじります。左足を右にグッとねじります。で、この状態でも伸びると思うんですが、左手グッと開きましょう。胸、脇腹、お尻、この辺りが伸びている感覚があれば OK です。呼吸を止めないようにしましょう。余裕だよって方はね、この手を床につけましょう。膝もしっかり床につける。こうするとお尻、脇腹、腰伸びてくると思います。呼吸止めないように意識を続けましょう。次、逆ねじりです。右足を左、こっちにぐーっとねじりましょう。この辺りがね伸びてれば OK。 右手をぐっと上げましょう。この膝床につけておくと効果的です。この手が床についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすのが目的なので、ここが伸びてればそれで OK です。肩が痛い方は下げておきましょう。呼吸止めないように最後まで意識を続けましょう。よし、 OK。 次は足パカです。ぐっと上げて開く。で、この動画、前ももの張りを取るためにやってるので、しっかり膝伸ばしてもいいんですけど、どうしても前ももを使っちゃうので、多少膝曲がってるぐらいでもいいです。内ももを伸ばすことと、ちょっとお尻持ち上げて下っ腹使うといいと思います。手でね、こうやってお尻上げてもいいです。内もも伸ばす、下っ腹を使うことが目的です。膝が曲がってて OK。 呼吸を止めないようにしましょう。よし、 OK。 最後、ドローインやっていきます。呼吸法ですね。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹を膨らませる。もう膨らまないってぐらいまで膨らませましょう。限界まで膨らませて、ゆっくり口から吐きましょう。吐いて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 、限界まで吐きましょう。吐き切るときに腰と床の隙間がなくなるイメージです。ぐーっと吐き切りましょう。よし、 OK。 お疲れ様でした。12万人以上の方が登録しているゾコラスレッジの無料の公式 LINE 友達追加していただくと、ダイエット継続するための1週間メニュー、その他早く痩せるためのプレゼントもらえます。